まさか声だけで。ジレン、俺が出る。終わりだ。よっ、ジレン。ジャスティスフラッシュ。聞こえるか、ジレン。まずは孫悟空を潰しておけ。ジレン、存分にやるがよ。お前の望みを叶えるため、スーパードラゴンボールを手に入れるために。コーラと戦う気になってくれたか。おめえの強さはよくわかった。ならオラのとっておきを見せてやる。みんな悪い、オラに現金をあげてくれ。木を集めるに。待ってやる。お前にとって特別な技なんだろう。ジレン、これがオラたち。うん、嘘だろ。孫悟空、あやつ一体。ありえん、あってはならんことだ。身勝手の悟空。みんなもびっくりしてるね。なんかスーパーすごいものらしいよ。まあ、そうと断言するのは想定なんですが、とにかく、なんとも目が離せない展開です。サイヤ人、実に興味深い存在だ。だが、この熱さ、それがお前の限界だ。第六宇宙の殺し屋。仕事だ。貴様、それが。何度同じことを繰り返す。汚くとはやめろ。それは俺の仕事だ。最後まで付き合ってもらうぞ。ディットさん、こっちだ。こいつは俺に任せる。手出しは無用だ。お前たちにはお前たちにしかできないことがあるはずだ。第六宇宙の殺し屋の矜持などくだらん。これで終わりだ。お前はどうなんだ、ジレン。俺とてか。お前たちにも教えよう。ジレンは一人になった。それと同時に理解したのさ。そこに感情など不要。信頼か。黙れ。過去に執着して生きるなんて、過去を清算できるぞ。でも強さこそ絶対だ。弱者が何人集まろうが、その余裕。得意の変身はなしか。貴様ごときこのままで十分だ。無駄だ。自ら武部隊を降りる。やかましい。そうか、分かった。遊びはここまでだ。勝負はもうついている。貴様をそこまで突き動かすのは一体何だ。
だが、行ったところで能面野郎の貴様には分かるまい。何かを守るために戦うってことがな。その誇りの高さだけは認めてやる。終わりだ。俺が勝てなくても第七宇宙が勝てばそれでいい。カカロット、あとは頼んだぞ。やはり理解できんな、ベジータ。ジレンのやつ、孫悟空の動き、そして力の底、一度の手合わせ、そしてケフラとの戦いの観察で、すでに見極めていたか。悟空もスーパーすごいけど、ジレンもスーパーすごいのね。この局面、いかに守りが優れていようと、攻めがなってなければ勝ちは得られぬ。不完全な身勝手の極意など、敗北を遅らせるだけの悪あがきよ。不完全と言ったな。つまり今の強さのその先が存在するということ、それを無視して勝敗を決めつける。それはこの状況から奴が極意を極め、ジレンを超えるとでも言いたいのか。ありえん。それこそ寝言だ。この力の大会、そのわずかな時間の中、幾度となく限界をぶち破る俺たちサイヤ人の姿、貴様らも見てきたはずだ。ジレン、おお、気だるけど。強さの先にあるものか。こっからが本当の勝負だ、ジレン。孫悟空、身勝手の極意が何だと言うんだ。ジレンは負けない、どんな時もな。そんなはずはない。俺は負けん。負けるはずがない。強さこそ正義、強さこそ絶対だ。勝たなければ意味がない。負けたら全てを失ってしまうことになる。やぶときのように。俺は二度とあんな目に遭わぬ。だから手加減はせんぞ。カロットが追い詰めたことで、奴はかつてのトラウマを再び思い起こしてしまったか。俺の邪魔をさせん。さあ、まずいぞ、これは。なぜだ、なぜ何度やられても立ち上がれるんだ。おめえほどの奴だったら、本当は気づいてんじゃねえんか。オラが言ってることをよ。誇り高き戦士だが、お前の存在が消えても。孫悟空があの状態だ。言われなくても。一度砕かれた強さとは弱い自分には。今度は軽い怪我じゃ済まないぞ。二度は食らわん。お互いにな。ジレンは立つんだ。ジレン、お前がお前の強さを信まったく。黙れ。逃げろ、フリーザ。耐えろ、お前ら。すまなかったな、それとも泣かせっぱなしになっちまったよ。孫悟空、再び立つか。俺の前に。すごい量の気分、ジレンに集中していく。ジレンの口、吹きやがった。やっぱジレンはすげえ。たった一人でここまで強くなってよ、オラたちが束になってもかなわねえかもしんねえ。私を生き返らせるという約束、覚えているでしょうね。フリーザ、覚えているのかと聞いてるんだ。おめえが約束破らねえ限り、オラは約束を守る。それはおめえが一番よく分かってんじゃねえのか。あなたのそういう甘いところにはヘドが出ます。消えろ。これで終わりか。
私を投げ飛ばしなさい。わかった。これが信頼。ジレンさん脱落により。ジレン、なぜだ。戦いが終わったばっかしなのによ、また相手。次は勝つ。また会おう、孫悟空。